南海トラフ巨大地震が切迫している西日本。海上保安庁の観測によって巨大地震発生のリスクが間違いなく高まっていることが明らかになっています。今回は海底で観測された地殻変動のデータから西日本にどんな危険が迫っているのか見ていきます。西日本の太平洋沖では日本が乗る陸側のプレートの下に海側のプレートが年間5センチ前後のスピードで沈み込んでいます。その際海側のプレートが陸側のプレートを引きずり込んでいて、陸側のプレートが限界まで引きずり込まれると耐えきれなくなって元の位置に戻ろうとします。この動きによって強い揺れが発生し、海底が大きく動いた場合には津波も発生します。ただプレートの境界は全ての場所が同じ力でくっついているのではなく、接着力が強い場所と弱い場所があります。例えば接着力が強い場所では海側のプレートが5センチ沈み込めば陸側のプレートも5センチ引きずり込まれます。このような場所では時間が経過すればするほど陸側のプレートに多くの歪みが溜まっていき、地震発生時に動く距離も長くなります。一方接着力が弱い場所では海側のプレートが5センチ沈み込んでも陸側のプレートはほとんど引きずり込まれません。接着力が強い場所とは逆で、接着力が弱い場所には歪みが溜まりにくく、地震発生時に動く距離も短くなります。ズレが大きい方が強い揺れを発生させるため、大地震には大きくずれ動いた場所の近くで被害が大きくなるという特徴があります。この傾向は過去の地震でも確認されていて、2016年の熊本地震では震源のほぼ真上にあたる鹿島町や熊本市東区よりもその東側に位置する益城町や西原村、南阿蘇村で大きな被害が出ました。当時は益城町が最も大きく報道されましたが、西原村でも被害状況を外部に向けて発信できないほど大きな被害に、南阿蘇村では大規模な土砂災害によって全長200メートルの阿蘇大橋が崩落するなどの被害が出ました。震源から離れた場所で大きな被害が出た理由は、断層がどれだけずれ動いたかを示した図を見ると簡単に理解できます。これを見ると震源付近よりも益城町周辺の方がずれた量が大きく、西原村や崩落した阿蘇大橋周辺ではずれた量がさらに大きかったことがわかります。大きく動いた場所はそれだけ多くの歪みが蓄積していたということであり、歪みが多く蓄積されている場所が分かれば、どこで被害が大きくなるかも予想しやすくなるのです。話を南海トラフに戻します。南海トラフの中でも、より大きくずれ動く場所がどこかを突き止めようと、海上保安庁が調査を行ってきました。海上保安庁は、南海トラフの海底に設置した15箇所の観測点で、10年以上にわたって観測を続けています。観測点が大きく動いた場所では陸側のプレートと海側のプレートの接着力が強く歪みがたまりやすい。観測点があまり動かなかった場合は接着力が弱く歪みがたまりにくいことを示しています。海上保安庁による観測結果がこちらです。ほとんどの観測点で年間3センチから5センチほどの移動が確認されました。このスピードは海側のプレートが沈み込むスピードとほぼ同じで、全体的に接着力が強いことを表しています。ただ観測点ごとに少しずつ差があり、東海地方の沖と四国地方の沖で特に歪みがたまるペースが早いことも判明しました。海上保安庁は観測点で得られたデータを使って南海トラフ全体にどのくらいのペースで歪みがたまっているのかを推定した結果も公表しています。この図は南海トラフにたまった歪みの合計量ではなく、ここ10年ほどのデータを用いて1年間にどれくらい歪みが蓄積したかを表しています。赤色は最も接着力が強く年間5センチのペースで歪みがたまっている場所、オレンジ色は年間4センチ、黄色は年間3センチのペースで歪みがたまっている場所です。東海地方の沖合と四国地方の沖合は特に接着力が強く、紀伊半島の沖にも接着力の強い場所が存在していることがわかります。陸側のプレートが年間5センチのペースで引きずり込まれているということは、
単純に考えれば10年間で50センチ、100年間で5メートルも引きずり込まれていることになります。それでは近年、歪みが多く溜まっている赤色の場所とオレンジや黄色の場所ではそれぞれ何が起きているのでしょうか。赤色の場所では陸側のプレートと海側のプレートがぴったりとくっついていて、南海トラフの中でも特に歪みが溜まっています。一方、オレンジや黄色の場所では赤色の場所に比べて接着力が弱く、ゆっくりずれ動いていると考えられます。人が揺れを感じないくらいゆっくりとプレートの境界がずれ動くスロースリップが発生している場所を重ねてみると、接着力が弱いとされる場所と一致します。このことからオレンジや黄色の場所ではスロースリップなどによって少しずつ歪みが解放されていると考えることができます。このようなデータから考えると、オレンジや黄色の場所と比べて赤色の場所では歪みが解放されておらず、大きな地震が発生しやすいということになります。ただ過去には接着力があまり強くない場所から断層破壊が始まって、それにつられて接着力が強い場所もずれ動いたというケースもあり、これまでの調査結果をもとに黄色やオレンジの場所で大地震が起きないとは言えません。最後に、最も新しい南海トラフ巨大地震、1944年の昭和東南海地震と1946年の昭和南海地震の震源域を重ねてみます。すると接着力が強い地域が多く震源域に含まれていることがわかります。ただそれと同時に、昭和の南海トラフ巨大地震では東海地方の沖と南海地震の震源域の南側に広がる接着力が強い場所はずれ動かなかったこともわかります。1944年と46年の南海トラフ巨大地震よりも一つ前の巨大地震は1854年ですので、少なくともその頃からおよそ170年間にわたって歪みが溜まり続けていると考えられ、この場所では特に地震が起きやすくなっている可能性があります。調査は今も続いていますが、南海トラフは着実に巨大地震を起こすエネルギーを溜め込んでいます。この場所では最大でマグニチュード8から9クラスの巨大地震が発生する恐れがあり、震度7の激しい揺れと10メートルを超える大津波によって最悪の場合は数十万人が犠牲になると想定されています。巨大地震の発生を回避する方法はありませんが、被害を少なくすることは可能です。例えば全員が地震発生直後に高台に避難すれば、津波による犠牲者を9割減らすことができるという試算もあります。自分は大丈夫だろうと過信せずに、家具を固定したり津波からの避難場所を確認したりするなど、最低限の備えは今すぐにしてください。地震が起きた時に後悔しなくていいように、今のうちに備えをお願いします。南海トラフ周辺で発生している不気味な現象をご存知でしょうか。この現象は2011年の巨大地震の直前にも確認されていて、巨大地震の発生と強い関係があると考えられています。今回は巨大地震の前兆にもなると考えられている現象について見ていきます。南海トラフ巨大地震がどれくらい切迫しているのか、具体的に知ることができたらと感じたことがある人も多いと思いますが、実は巨大地震の引き金になるかもしれないとして多くの研究者が注目している現象があります。それがスロースリップです。巨大地震が起きるたびに、あの現象は前兆だったのではないかと様々な例が取り上げられますが、そのほとんどが無関係な現象を無理やりこじつけているに過ぎません。しかしスロースリップは多くの研究者が巨大地震の発生と強い関係のある現象だと考えているのです。その証拠に南海トラフ地震臨時情報の発表基準の一つにもなっています。スロースリップは地震の一種ですが、一般的な地震とは大きく異なります。2011年の東北地方太平洋沖地震や、近い将来確実に発生すると言われている南海トラフ巨大地震のような地震は、プレートの沈み込みに伴って蓄積された歪みを
一気に解放しようとして発生します。この時プレートの境界が高速でずれ動くため、大きな被害をもたらすような強い揺れと津波が発生します。一方スロースリップはプレートの境界が非常にゆっくりとずれ動く現象です。一般的な地震が数秒から長くても数分という短い時間で発生するのに対して、スロースリップは数日から数年という長い時間をかけて発生するため、人間が気づくことができるような揺れは発生させません。一見するとそこまで重要ではないような気もしますが、2011年、スロースリップを無視できない出来事が起きました。3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震です。巨大地震の後、1980年代以降のデータを改めて検証した結果、スロースリップと巨大地震に強い関係がある可能性が出てきたのです。まず注目されたのが、10年ほど前から発生していたスロースリップです。東北の太平洋沖では、2011年の巨大地震で震源域となった場所で、1998年と2003年、それに2008年に大きなスロースリップが発生していました。東北沖のプレート境界では普段から少しずつプレートの境界がずれ動いていましたが、普段とは比べ物にならない規模のスロースリップが発生していたのです。さらに2008年から巨大地震が発生した2011年までの期間は、滑り量が一気に大きくなっています。巨大地震が発生する1ヶ月ほど前の2011年1月下旬にも大きなスロースリップが確認されました。地殻変動などのデータによると、1月下旬に始まったスロースリップは3月9日まで続き、その規模はマグニチュード7相当だったと考えられます。3月9日といえば、巨大地震発生の2日前、マグニチュード 7.3 の大きな前震が発生した日です。1月下旬から始まったスロースリップは3月9日の前震を誘発した可能性が指摘されています。さらに前震の後、周辺で再びスロースリップが発生、それが本震の破壊開始地点、一般的に震源といわれる場所に向かって少しずつ動いていき、本震の断層破壊に影響を与えたと考えられているのです。この出来事を受けて、南海トラフでもスロースリップに注目が集まりました。南海トラフはこの地図の赤い線で示している場所です。この場所では西日本が乗るユーラシアプレートとフィリピン海プレートがぶつかっていて、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。そのためプレートの境界はフィリピン海プレートが沈み込み始める場所が一番浅く、北に行くにつれて深くなっていきます。やや深い場所は陸地の直下に位置するため、過去の研究でスロースリップが繰り返し発生していることが知られていました。一方、これまで陸地から離れた場所のスロースリップは正確には捉えることができていませんでした。そこで東京大学と海上保安庁が共同で観測を行った結果、南海トラフで発生する巨大地震の想定震源域に設置している15箇所の観測点のうち7箇所でスロースリップとみられる動きを観測することに成功しました。さらにスロースリップを捉えた観測点の多くがプレート同士の固着が強いと推定されている領域の外側に位置していること、変化がなかった観測点の多くが固着が強いと推定されている領域に位置していることも分かりました。つまり固着が強い領域はほとんどずれ動かず、固着が弱い領域ではプレートの境界が少しずつずれ動いていると考えられているのです。スロースリップが巨大地震にどう結びつくのかは今も研究が続いていますが、近年の研究ではスロースリップが巨大地震の引き金になる可能性も指摘されています。スロースリップが起きると、その場所の歪みは解放されます。しかし周辺には逆に歪みが溜まります。そこがすでに限界近くまで歪みが溜まっている固着の強い領域だった場合、スロースリップによって最後の一押しとなる新たな歪みが加わり、巨大地震が発生する可能性があるのです。ここからは
シミュレーションによって明らかになったスロースリップが南海トラフ巨大地震を誘発するパターンを2つ紹介します。あくまでシミュレーションの結果であり、完全に同じになるとは限りません。まずは1つ目のパターンです。最初に日向灘でマグニチュード 7.5 の地震が発生します。日向灘は繰り返し大地震が発生している場所で、決して珍しい地震ではありません。この地震の後、周辺でスロースリップが発生して、最後の一押しとなる新たな歪みが加わり、4年後に南海トラフの西側でマグニチュード 8.3 の巨大地震が発生します。さらに翌年、南海トラフの東側でもマグニチュード 8.1 の巨大地震が発生します。続いて2つ目のパターンです。まず紀伊半島沖でマグニチュード 6.1 の地震が発生し、その後スロースリップが起きます。このスロースリップによって、1つ目のパターンと同様に最後の一押しとなる新たな歪みが加わります。そして4年後にマグニチュード8の巨大地震が発生します。ここで紹介した2つの例はあくまで数あるシミュレーション結果の中の一部に過ぎず、スロースリップが事前に発生しないケースや、スロースリップが発生しても巨大地震に結びつかないケースも多くあるため注意が必要です。この動画で解説してきたように、スロースリップは大地震の引き金となりうる現象ですが、研究はまだ道半ばです。将来的にスロースリップなどを使った地震予測が実現する可能性もありますが、現段階では大地震は突然発生するという前提で備えることが必要です。南海トラフ周辺で続く地殻変動、近年観測データから巨大地震の発生リスクが間違いなく高まっていることが分かってきています。今回は広範囲で続く地殻変動と地震の関連について解説します。こちらは西日本の陸地で確認されている地殻変動のデータです。矢印が長いほど変動量が大きいことを示しています。このように見ると、太平洋側では日本海側に比べて変動量が大きいことが分かります。実はこの地殻変動は南海トラフ巨大地震と密接に関係しています。一体どういうことなのでしょうか。そもそも南海トラフとは、静岡県の駿河湾から九州の沖にかけて伸びる深い溝のことで、ここでは西日本が乗るユーラシアプレートに南からフィリピン海プレートがぶつかり沈み込んでいます。南海トラフではフィリピン海プレートによってユーラシアプレートが押され続けているため、ユーラシアプレートに歪みが溜まっていきます。そしてこの歪みが限界に達すると、ユーラシアプレートが元の位置に戻ろうとして大きく動き、巨大地震が発生します。南海トラフではこの一連の動きが100年から200年に1回程度のペースで繰り返されてきました。最も古い記録は684年、その後も887年、1096年、1361年、1498年、1707年、1854年、そして1944年と46年に巨大地震が発生して歪みが解放されています。改めて地殻変動のデータを見てみると、西日本が乗るユーラシアプレートが南から押されていることがよくわかると思います。仮に西日本全体が同じスピードで動いていれば、どこにも歪みはたまらず、それを解放するための巨大地震も発生しません。正方形を使って簡単に説明します。4つの頂点が完全に同じスピードで同じ方向に動いていれば、どこにも強い力はかかりません。しかし、例えば4つの頂点のうち2つが残りの2つとは異なる動きをしていた場合、元の正方形に戻ろうとする力が加わります。現在の西日本は、太平洋側はフィリピン海プレートに押されて大きく動いていますが、日本海側はあまり動いていません。つまり西日本は押し縮められるように変形していることになります。これが歪みが溜まっている状態です。この動きが限界に達した時に、元の形に戻ろうとして大きくずれ動き、巨大地震が発生するのです。西日本の太平洋側は1940年代に発生した
前回の巨大地震以降、数十年にわたってほぼ同じスピードで押され続けていることが分かっていて、着実に歪みが溜まっています。それではこの歪みが限界に達するのはいつなのでしょうか。政府の地震調査研究推進本部による計算では、限界が達する時期は目前に迫っています。南海トラフ巨大地震が発生すると、ユーラシアプレートのうちフィリピン海プレートとの境界に近い場所は大きく隆起することが知られています。隆起量が大きいほどユーラシアプレートが大きく動いて、それだけ多くの歪みが解放されたことを示していて、この場合は次に限界に達するまでの時間が長くなると考えることができます。一方、隆起量が小さい時はユーラシアプレートのズレがあまり大きくなく、歪みが完全には解放されていないため、次に限界に達するまでの時間が短くなると考えることができます。南海トラフの場合は、高知県室津港の地殻変動のデータを使って予測が行われています。このグラフは、縦軸が隆起量、横軸が時間の経過です。1707年の巨大地震では、1.8 メートル隆起し、次の巨大地震までの間隔は147年でした。次に発生した1854年の地震では 1.2 メートル隆起し、次の地震までの間隔は92年でした。このように隆起と地震の経過をグラフにしていくと、地震発生直前の点が一列に並んでいることがわかります。ちょうどこのラインがユーラシアプレートの歪みの限界だと考えられていて、次もこのラインと交わるときに巨大地震が発生すると推定されているのです。1946年の地震の際の隆起量は 1.15 メートルと比較的小さかったため、この法則が今後も適用されるとすると、次の南海トラフ巨大地震はいつもより短い間隔で発生すると考えることができます。この事実をもとに、南海トラフ巨大地震の発生確率は今後30年以内に 70% から 80%、 40年以内に 90% とされているのです。ただこの予測手法には問題があるという声もあり、他の手法でも確率が算出されています。これは平均の発生周期をもとに次の巨大地震の発生時期を予測する方法で、南海トラフ以外はほとんどがこの方法で行われています。一つ目が、地震の記録に漏れがないとされる1361年以降の発生間隔を元にした結果で、今後30年以内に発生する確率は 20% 程度。二つ目が、南海トラフ巨大地震ではない可能性が指摘されている1605年の地震を除外した結果で 10% 程度。三つ目が、1707年以降の発生周期を元にした結果で 30% 程度となっています。先ほどの 70% から 80% に比べると数字が小さく見えると思いますが、この予測方法では発生周期のばらつきの影響で確率が 100% になることはありません。実際この手法で最新の南海トラフ巨大地震が発生した時点での確率を計算してみると、1つ目が 60%、 2つ目が 30%、 3つ目が 40% となっています。現在の発生確率もこの値に近くなっているため、十分に警戒が必要です。それでは、近い将来確実に発生する南海トラフ巨大地震に私たちはどう備えればいいのでしょうか。地震の揺れによる死者は最大で6万5000人とされていますが、耐震化率が 100% になった場合はおよそ 80% 減って1万3000人に、家具の転倒や落下による死者は4400人ですが、全員が家具の固定などの対策を取れば1600人まで減らせると想定されています。また火災による犠牲者は1万4000人と想定されていますが、電気が復旧した時に倒れた電気器具や破損した電気配線などが原因で発生する通電火災を防止することで6300人まで減少させることができるとされています。通電火災は大きな揺れを感じた時に自動的にブレーカーが落ちる感震ブレーカーを設置するか、避難する際にブレーカーを落とすことで防止することができます。津波による犠牲者はどの地域が大きく被災するかにもよりますが、
全員が地震発生後速やかに避難し、津波避難ビルなどが有効に活用された場合、最大 90% 程度減少すると試算されています。津波は数十センチ程度の高さであっても簡単に流され、命を落としてしまう可能性があります。各市町村が公表しているハザードマップで高台や津波避難ビルを確認し、地震が発生した時はできるだけ高い場所に避難してください。水や食料も大幅に不足するため、一人一人が事前に備蓄しておくことが大切です。最低3日分、可能であれば1週間分の水と食料を備蓄しておきましょう。上水道や下水道が被害を受けるとトイレも使えなくなります。避難所のトイレには長い列ができ、衛生面にも課題があります。自宅に災害用の簡易トイレを備えておくと安心です。南海トラフ巨大地震は確実に迫っています。自分は大丈夫、どうにかなるという思い込みを捨て、できることから少しずつ備えを始めてみてください。このチャンネルでは災害のリスクや備えなどについて分かりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。切迫する南海トラフ巨大地震、これから起きる地震にばかり注目が集まっていますが、南海トラフ巨大地震は過去にも繰り返し発生し、甚大な被害をもたらしてきました。今回は過去に発生した南海トラフ巨大地震を紹介していきます。白鳳地震、684年11月29日に発生した白鳳地震は記録が残されている最も古い南海トラフ巨大地震です。震源域は高知県西部の沖から和歌山県の潮岬沖にかけての領域と考えられていて、静岡県西部まで達していた可能性もあります。マグニチュードは 8.3 と推定されていて、揺れと津波によって四国などで大きな被害が出たとする記録が残されています。仁和地震、887年8月26日、高知県西部の沖から静岡県西部の沖までを震源域とする仁和地震が発生。白鳳地震と同じくマグニチュード 8.3 と推定されています。この地震では京都で揺れによって多数の死者が出たほか、全国で多くの建物に被害が出たという記録が残されています。また津波による被害の記録も残っていて、摂津の国、現在の大阪府や兵庫県の沿岸で特に被害が甚大だったとされています。永長東海地震、1996年2月17日に発生した永長東海地震はマグニチュード 8.0 から 8.5、 震源域は和歌山県の潮岬沖から静岡県西部の沖にかけての領域と推定されていて、駿河湾にまで達していた可能性があります。この地震では東大寺や薬師寺などで大きな被害が出たという記録が残っているほか、2時間にわたって揺れが続いたとする記録もあり、活発な余震活動があったとみられています。また静岡県や三重県で津波によって大きな被害が出たという記録が残されています。講和南海地震、永長東海地震から2年2ヶ月後の1999年2月22日、高知県西部の沖から和歌山県の潮岬沖にかけての領域を震源域とする講和南海地震が発生しました。マグニチュードは 8.0 から 8.3 と推定されていて、高知では地殻変動によって広範囲が水没したという記録が残っています。またこれまでの地震と同じく大津波が発生していたと推定されているものの、津波の記録は見つかっておらず、発生場所が異なる可能性も含めて議論が続いています。昌平地震、1361年8月1日、潮岬沖から静岡県西部の沖を震源域とする昌平東海地震が発生。その2日後の1361年8月3日には、高知県西部の沖から潮岬を震源域とする昌平南海地震が発生しました。この2つの地震は時間差で発生したとする説と、日付がずれているのは記録のミスで、実際には同時に発生したとする説があり、地震の規模は昌平東海地震が不明、昌平南海地震が
マグニチュード 8.3 から 8.5 と推定されています。これらの地震では屋久島などで被害があったとする記録が残っているほか、四国や大阪湾などで津波の被害があったとされています。明王地震。1498年9月20日に発生した明王地震はマグニチュード 8.2 から 8.4、 震源域は和歌山県の潮岬から静岡県の駿河湾にかけての領域と推定されていますが、高知県の沖にまで達していた可能性が高いとされています。この地震では関東から近畿にかけての広範囲で震度5から6程度の揺れに襲われたほか、各地で大津波の記録が残されています。明王地震は静岡県西部に位置する浜名湖と太平洋の間にあった陸地を消滅させた地震としても有名です。1605年にも南海トラフで巨大地震が発生していた可能性がありますが、他の場所で発生したとする説も多く、どこで発生した地震かの結論は出ていません。以前は南海トラフで発生した地震と考えられていましたが、最も記録が残っているはずの京都で揺れの記録が見つかっていないことに加えて、関東地方で揺れや津波の記録が多く見つかっていることから、南海トラフ以外の場所で発生した地震の可能性も指摘されています。宝永地震。1707年10月28日、東海地方から四国沖までを震源域とするマグニチュード 8.9 の宝永地震が発生しました。地震の規模には様々な説があり、中にはマグニチュード 9.3 に達したという説もあります。この地震では甲信地方から九州東部までの広範囲で震度6弱から6強、一部では震度7の揺れに襲われた可能性があります。また大津波も広範囲に押し寄せ、静岡県の伊豆半島から四国で5メートル以上、三重県の南部では8メートルから10メートルに達しました。さらにこの地震の49日後には富士山で大規模な噴火が発生しました。安政東海地震。1854年12月23日、紀伊半島東部の沖から静岡県の駿河湾にかけての領域を震源域とする安政東海地震が発生しました。マグニチュードは 8.6 と推定されていて、東海などで震度7相当の揺れがあったとみられるほか、江戸でも震度6程度の揺れがあったとみられ、浅草などで大規模な火災が発生したという記録も残っています。また津波は紀伊半島の東側で10メートル、静岡県でも5メートル以上の高さに達しました。安政南海地震。安政東海地震から32時間後の1854年12月24日、紀伊半島沖から四国沖にかけての領域を震源域とする安政南海地震が発生。マグニチュードは 8.7 と推定されています。震度5弱以上の地域は四国を中心に近畿地方の西部から中国地方、九州にまで及び、和歌山、徳島、高知の沿岸部などでは震度6弱から6強相当の揺れに襲われたと推定されています。この巨大地震でも大津波が発生し、紀伊半島の西部や四国で4メートルから8メートルに達しました。昭和東南海地震。1944年12月7日、紀伊半島東部の沖から静岡県西部の沖までを震源域とする昭和東南海地震が発生。マグニチュードは 8.2 と推定されています。この地震では東海地方で震度6から7程度の揺れがあったと考えられていて、名古屋などで多くの軍事工場が倒壊したという記録が残っています。また、最大10メートル程度の津波も発生しましたが、戦時中だったため大きく取り上げられることはなく、ほとんどの被害情報は隠蔽されました。しかし世界各国の地震計によって日本で大きな地震が発生した事実は世界中に知れ渡り、日本よりもアメリカで詳しく報道されました。昭和南海地震。昭和東南海地震から2年が経った1946年12月21日、紀伊半島南西部から四国の沖までを震源域とする昭和南海地震が発生。マグニチュードは 8.4 と推定されていて、
近畿から四国にかけて震度6相当の揺れがあったとみられています。また紀伊半島や高知には大津波も押し寄せました。さらに高知では地盤沈下によって1ヶ月間も水が引かない状態が続きました。今回はこれまでに実際に発生した南海トラフ巨大地震を紹介してきました。切迫しているとされている次の南海トラフ巨大地震でも同じようなことが起きるでしょう。いつ巨大地震に襲われてもいいように備えを再確認してください。国内で最も大きな被害をもたらすと想定されている地震をご存知でしょうか。西日本の太平洋側で発生する南海トラフ巨大地震です。最悪の場合、東日本大震災の10倍以上の被害になると想定されています。この動画ではその時どんなことが起きるのか、そして私たちがどう備えればいいのかを紹介します。南海トラフとは静岡県付近から九州の沖にかけて伸びる深い溝のことで、この場所では陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込んでいます。海側のプレートが沈み込む際、陸側のプレートが引きずり込まれていて、それに伴って陸側のプレートには歪みが溜まっていきます。そして歪みが限界に達した時、陸側のプレートが元に戻ろうとして大きくずれ動き、巨大地震が発生します。これが南海トラフ巨大地震の発生メカニズムです。南海トラフではこれまで100年から200年ほどの間隔で巨大地震が発生してきたことが分かっています。また前回の地震は規模が比較的小さかったことから、次の巨大地震までの発生間隔が短くなると指摘されていて、今後数十年以内に起きることはほぼ確実と見られています。ここからは内閣府の検討会が公表したシミュレーション結果をもとに解説していきます。南海トラフ巨大地震は最悪の場合、東海地方から九州の沿岸付近までの広範囲が震源域になると想定されていて、全体が震源域となった場合の地震の規模はマグニチュード 9.1 に達します。ちなみに地震のニュースなどで×印が表示されている場所は断層破壊が始まった場所を示しているだけで、実際には震源域全体から揺れが発生しています。どこで強い揺れが発生するかにもよりますが、強い揺れの範囲が最も広くなるケースでは静岡県から宮崎県までの太平洋沿岸を中心に震度7の地域が広がり、内陸や瀬戸内海の沿岸でも震度6弱以上の激しい揺れに襲われます。震度6弱の揺れでは家具が倒れたりブロック塀が倒壊したりする恐れがあり、耐震性の低い建物は倒壊する可能性もあります。震度6強では人は這わないと動くことができず飛ばされることもあり、耐震性の低い建物は傾いたり倒壊したりするものが多くなります。最も上の震度7では固定していない家具が飛ばされることがあり、耐震性の高い建物でも稀に傾くことがあります。ここまでは地上付近の揺れを見てきましたが、高層ビルでは長周期地震動と呼ばれる特殊な揺れによって被害が拡大する可能性もあります。長周期地震動とは通常よりも周期の長い揺れのことで、長周期の揺れと共振しやすい高層ビルで揺れが大きくなり、揺れが続く時間も長くなります。最大クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合、関東平野や濃尾平野、大阪平野などで大きな長周期地震動に襲われる可能性があります。続いて津波です。このシミュレーションはそれぞれの地域にとっての最悪のケースを重ね合わせているため、一度にこの通りのことが起きるわけではありませんが、静岡県と和歌山県の一部では最悪の場合わずか2分で津波が1メートルに達します。また5分後には静岡県と和歌山県の一部で10メートルを超え、三重県や高知県でも津波が到達し始めると想定されています。地震発生から10分後のそれぞれの地域の最悪ケースを見ていくと、伊豆半島では20メートル以上、静岡県のその他の地域でも3メートルから5メートル程度、紀伊半島では一部で10メートル以上、高知県でも5メートルを超えている場所があります。地震発生の20分後には伊豆諸島や三重県でも20メートルを超え、静岡県や紀伊半島の広範囲、それに高知県の一部で10メートル以上に達します。
30分後には太平洋に面している地域の大半で10メートル以上に達し、徳島県や高知県でも20メートルを超えます。その後、太平洋に面していない名古屋や大阪、瀬戸内海にも津波が押し寄せると想定されています。南海トラフ巨大地震では最悪の場合23万人が犠牲になり、全壊・焼失する建物は200万棟に上ると想定されています。これは東日本大震災の10倍以上で、これまでに日本が経験したことのないような大災害になる恐れがあります。上水道は断水によって最大3570万人が使用できなくなり、下水道も3460万人が利用困難な状態になります。また停電は2930万件に上り、都市ガスは180万戸で供給が停止すると想定されています。固定電話や携帯電話も広範囲でつながらなくなります。避難を必要とする人は断水の影響で時間の経過とともに増加し、1週間後には880万人に上りますが、食料は地震発生からの3日間で最大2100万食が不足、飲料水も最大で4300万リットル不足します。さらに道路や鉄道、空港などが被害を受けることで、消火活動や救助活動、支援物資の輸送などが大きく遅れる可能性があります。道路の被害は4万箇所、鉄道の被害は2万箇所に上ると想定されていて、津波の浸水シミュレーションによると、中部国際空港、関西国際空港、高知空港、大分空港、宮崎空港が浸水する可能性があることも分かっています。しかし、次の南海トラフ巨大地震は歴史上初めて具体的な想定が公表されている状態で発生します。つまり今までで最も被害を軽減できる可能性があるのです。建物の倒壊による犠牲者は耐震化率が 100% になることでおよそ8割減らすことができます。ただ建物が倒壊しなくても家具の転倒によって怪我をする可能性もあります。金具や突っ張り棒、ストッパーなどを使って家具を固定しておくことが非常に重要です。火災による犠牲者も電気が復旧した時に倒れた電気器具や破損した電気配線などが原因で発生する通電火災を防止することで半分程度にまで減少します。通電火災は大きな揺れを感じた時に自動的にブレーカーが落ちる感震ブレーカーを設置するか、避難する際にブレーカーを落とすことで防止することができます。また津波による犠牲者も全員が地震発生後速やかに避難し、津波避難ビルなどが有効に活用された場合、最大で6割から7割減少すると試算されています。津波は数十センチ程度の高さであっても簡単に流され命を落としてしまう可能性があります。2メートルを超えると木造の建物は完全に破壊されます。各市町村が公表しているハザードマップで自宅や職場近くの高台や津波避難ビルを確認し、地震が発生した際はすぐに避難場所に逃げるようにしてください。水や食料も大幅に不足するため、一人一人が事前に備蓄しておくことが大切です。最低3日分、可能であれば1週間分の水と食料を備蓄しておきましょう。上水道や下水道が被害を受けるとトイレも使えなくなります。避難所のトイレには長い列ができ、衛生面にも課題があります。自宅に災害用の簡易トイレを備えておくと安心です。南海トラフ巨大地震の発生を防ぐことはできません。しかし被害を減らすことは可能です。自分は大丈夫、どうにかなると楽観視せずに、できることから少しずつ備えを始めてみてはいかがでしょうか。南海トラフ巨大地震が2回連続で起きる。これは国が想定している南海トラフ巨大地震の発生パターンの一つです。南海トラフでは一度に全体が震源域となるケースだけでなく、2回に分けて巨大地震が発生する可能性もあります。一度だけでも甚大な被害を出すような巨大地震が短期間に連続して発生するのです。今回は南海トラフで懸念されている半割れと呼ばれる現象について解説します。これから起きると想定されている地震の中でも特に有名な南海トラフ巨大地震ですが、実は過去にも
繰り返し発生しています。まずはこれまでに発生してきた南海トラフ巨大地震を見ていきましょう。実際に起きた地震を見ていくことで、これからどのような地震が起きるのかイメージしやすくなります。そもそも南海トラフとは、東海地方から九州の沖にかけて伸びる深い溝のことで、ここでは陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込んでいます。海側のプレートの沈み込みに伴って、陸側のプレートには歪みが溜まり続けていて、歪みが限界に達すると大きくずれ動いて巨大地震が発生します。最も古い記録は684年で、東海地方の沖から四国の沖までが震源域になりました。次の巨大地震は887年で、東海地方の沖から四国の沖までが震源域に。その次は1096年で、静岡県の駿河湾付近から四国の沖までが震源域になりました。1361年には東海地方の沖から和歌山県の潮岬付近までを震源域とする巨大地震が発生した2日後に、潮岬付近から四国の沖を震源域とする巨大地震が発生。1498年には静岡県の駿河湾付近から四国の沖までを震源域とする巨大地震が発生しています。南海トラフでは1600年代にも巨大地震が発生していた可能性があるとされていますが、他の場所で発生した可能性を指摘する研究結果も公表されていて、結論は出ていません。1707年の巨大地震では、静岡県の駿河湾付近から四国の沖までが震源域になり、1854年には駿河湾付近から潮岬付近を震源域とする巨大地震が発生したおよそ30時間後に、潮岬付近から四国の沖を震源域とする巨大地震が発生。1944年には東海地方の沖から潮岬付近までを震源域とする巨大地震が発生し、その2年後の1946年には潮岬付近から四国の沖を震源域とする巨大地震が発生しました。このように整理すると、南海トラフ巨大地震は大きく2つのケースに分けられることがわかります。1つ目が、東海地方から四国の沖までのプレート境界が同時にずれ動くケースで、684年、887年、1096年、1498年、1707年の地震がこれに当たります。2つ目が、東側と西側で時間を空けてずれ動くケースで、1361年、1854年、1944年と46年の地震がこのケースだと考えられています。全体が同時にずれ動くケースは全割れ、半分のみがずれ動くケースは半割れと呼ばれています。過去の記録を見る限り、南海トラフで半割れが起きると、数日から数年の時間を空けて、一度の例外もなく残りの領域でも巨大地震が発生していることがわかります。つまり、南海トラフ巨大地震は全割れで巨大地震が1回のケースと、半割れで巨大地震が2回起きるケースが存在するということです。このうち全割れについては、他の動画でも繰り返し解説していますので、そちらをご覧ください。ここでは半割れについて詳しく解説していきます。まずは紀伊半島から東側の半割れです。内閣府の資料によると、地震の規模は最大マグニチュード 8.6 です。こちらは東側の半割れケースの震度想定です。各都道府県別の最大震度は、静岡県と愛知県、三重県が震度7、山梨県と長野県、滋賀県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県が震度6強、神奈川県、兵庫県、徳島県が震度6弱、埼玉県、東京都、福井県、香川県が震度5強、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、富山県、石川県、岡山県、高知県が震度5弱となっています。続いてこちらは、沿岸での津波の高さを色分けした地図です。東海地方の沿岸に広がる濃い赤が10メートル以上、近畿や四国の一部などに見られる赤が5メートルから10メートル、
黄色が3メートルから5メートル、黄緑が2メートルから3メートル、水色が1メートルから2メートルなどとなっています。続いて紀伊半島から西側の半割れです。内閣府の資料ではマグニチュード 8.9 とされています。各府県の最大震度は兵庫県と和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、宮崎県が震度7、三重県、大阪府、岡山県、広島県、山口県、大分県が震度6強、奈良県、熊本県、鹿児島県が震度6弱、滋賀県、京都府、鳥取県、島根県、福岡県、長崎県が震度5強、福井県、岐阜県、愛知県、佐賀県が震度5弱となっています。津波の想定は、紀伊半島や四国、九州の太平洋沿岸で10メートル以上を示す濃い赤や5メートル以上を示す赤色になっていて、3メートルから5メートルの黄色や2メートルから3メートルの黄緑も大阪府の沿岸など各地に広がっています。さらに1メートルから2メートルを示す水色は瀬戸内海や関東にまで及んでいます。このように一つだけでも甚大な被害をもたらすような巨大地震が2回連続で発生する恐れがあるのです。しかも1回目が半割れだった場合はほぼ確実にもう一度巨大地震が発生します。2つの想定を並べてみると、特に近畿地方では震度6弱以上の激しい揺れに2度襲われる可能性があることがわかります。今の耐震基準は立て続けに激しい揺れに襲われることは想定していません。つまり1回目の巨大地震では倒壊を免れた建物が2回目の巨大地震で倒壊する恐れがあるのです。さらに紀伊半島を中心に2度大津波に襲われることになります。1回目の大津波で被害が出ている場所に再び大津波が襲うことで被害がより甚大になるのではないかと懸念されています。ここまで半割れの詳しい想定を見てきましたが、1回目の巨大地震が発生した後、2回目の巨大地震がすぐに発生するのか、数年後に起きるのかは分かりません。1944年と46年に発生した最新の南海トラフ巨大地震では、2年後に2回目の巨大地震が発生しました。その前に発生した1854年の南海トラフ巨大地震では、およそ30時間後に2回目の巨大地震が発生しました。これはあくまで過去の事例ですので、次の半割れでは2回目の巨大地震が30時間よりも短い間隔で発生する可能性や、2年以上の間隔を空けて発生する可能性もあります。そしてその発生時期を具体的に予測することは極めて困難です。1回目の巨大地震が起きた後は、今この瞬間にもう一度巨大地震が起きるかもしれないという不安の中で生活を続けることになるのです。南海トラフ巨大地震の発生は避けられません。しかし被害は減らすことができます。この動画で想像以上に広い範囲が激しい揺れや津波に襲われるということが理解できたはずです。まずは一人一人が自分が被災するかもしれないという当事者意識を持ってください。そして自分の命や大切な人の命を守るために何をするべきか後回しにせずに考えてみてください。南海トラフ地震臨時情報。南海トラフ巨大地震が発生する可能性が高まった。気象庁からこのような情報が発表されることがあります。この臨時情報、一体何を基準に発表されるのでしょうか。そして信用できるのでしょうか。南海トラフ巨大地震とは、静岡県から九州の沖にかけて位置する南海トラフで発生するマグニチュード8から9程度の地震のことです。最悪の場合、静岡県から宮崎県までの広範囲が震度7の激しい揺れに襲われ、最大34メートルの津波が押し寄せると想定されています。この巨大地震が発生する可能性を事前に知らせることができれば、被害の軽減につながるのではないかという考えで運用されているのが南海トラフ地震臨時情報です。
ただ臨時情報が出ても巨大地震が発生しない可能性もありますし、臨時情報が発表されないまま突然巨大地震が発生することもあります。まずは臨時情報が発表される具体的なケースを見ていきます。一つ目が想定震源域内のプレート境界でマグニチュード8以上の巨大地震が発生した場合です。南海トラフでは最大でマグニチュード 9.1 の巨大地震が発生すると想定されていますが、毎回マグニチュード9の巨大地震が発生するわけではありません。昭和の南海トラフ巨大地震では東側でマグニチュード 8.2 の地震が発生した2年後に西側でマグニチュード 8.4 の地震が発生しました。その一つ前、安政の南海トラフ巨大地震では東側でマグニチュード 8.6 の地震が発生したわずか32時間後に西側でマグニチュード 8.7 の巨大地震が発生しました。このような過去の経験から南海トラフでマグニチュード8以上の巨大地震が発生した場合は短い間隔で再び巨大地震が発生する可能性が高いと考えられているのです。そのため南海トラフ地震臨時情報を発表して警戒を呼びかけます。2つ目が想定震源域内のプレート境界かその周辺でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合です。南海トラフ巨大地震の前にマグニチュード7クラスの前震が発生した事例はこれまで確認されていませんが、2011年3月11日に発生したマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震では2日前の3月9日にマグニチュード 7.3 の大きな前震が発生していました。この経験からマグニチュード7程度以上の地震が発生した場合も臨時情報が発表されます。3つ目が想定震源域内のプレート境界で通常とは異なるスロースリップが発生した場合です。プレートの境界では揺れを感じる地震とは別にプレートの境界がゆっくりとずれ動くスロースリップと呼ばれる地震も発生しています。このスロースリップも東北沖で巨大地震が起きる数ヶ月前から発生していたことが分かっています。スロースリップをもとに巨大地震がどれだけ迫っているかを具体的に予測することはできませんが、歪み系で普段の2倍以上の動きが観測されるなどした場合に臨時情報が発表されます。この3つの他にプレート境界の変化を示す可能性のある現象が観測されるなど関連を調査する必要がある場合にも臨時情報が出されます。続いて南海トラフ地震臨時情報の具体的な発表内容を紹介します。先ほど紹介した現象が確認されるとまず調査中という情報が出されます。これは南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催するときに発表される情報で、この段階では南海トラフ巨大地震とどのような関連があるかは分かりません。気象庁からは今回発生した地震と南海トラフ地震との関連性についての調査を開始しましたなどという情報が出されます。この時合わせて次の情報が何時に発表されるかも公表されます。1回目の発表で予告された時間になると調査結果が発表されます。この時の発表の仕方は巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了の3パターンがあります。巨大地震警戒は調査の結果想定震源域内のプレート境界でマグニチュード8以上の巨大地震が発生したと確認された場合に発表されます。これは連動して発生するもう一つの巨大地震への警戒を呼びかける情報で、気象庁は南海トラフ地震の想定震源域では大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられますと表現します。この情報が発表された場合の対応について国はガイドラインで、地震が発生した時に津波からの避難が明らかに間に合わない地域の住民は事前に避難するとしていて、具体的に地震発生から30分以内に津波によって30センチ以上浸水する地域の人が1週間避難する必要があります。また危険物を扱う会社や施設は火災を防ぐための点検を行い、従業員に明らかに危険が及ぶと考えられる場合はそれを避ける対策を取らなければいけません。
2つ目が巨大地震注意です。調査の結果、監視領域内においてマグニチュード 7.0 以上の地震が発生したことが確認された場合と、通常とは異なるスロースリップが確認された場合に発表され、気象庁は南海トラフ地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられますと表現します。ガイドラインでは、巨大地震注意が出された場合、日頃からの備えを再確認し、必要に応じて避難するとされています。最後が調査終了です。調査中が発表される目安となる3つのケースが発生したものの、調査の結果、巨大地震警戒と巨大地震注意のどちらにも当てはまらないと判断された場合に発表されます。それでは、これらの情報はどこまで信頼できるのでしょうか。正直なところ、この情報に頼るのは命取りです。これまでに南海トラフ巨大地震の発生を事前に予測した例が一度たりとも存在しないからです。南海トラフ地震臨時情報はあくまで人間が考えた憶測に過ぎません。臨時情報が発表されても巨大地震が発生しないケースや、臨時情報が発表されないまま巨大地震が発生するケースも考えられます。事実、巨大地震警戒の情報には世界の事例ではマグニチュード 8.0 以上の地震発生後に隣接領域でマグニチュード8クラス以上の地震が7日以内に発生する頻度は十数回に1回程度という注意書きが、巨大地震注意の情報には世界の事例ではマグニチュード 7.0 以上の地震発生後に同じ領域でマグニチュード8クラス以上の地震が7日以内に発生する頻度は数百回に1回程度という注意書きが含まれています。少しでも可能性がある以上、このような情報を出すことは意味がありますが、臨時情報が必ず出るというわけでは決してありません。巨大地震警戒の時にはすでにマグニチュード8以上の地震が発生しています。警戒期間が過ぎてから突然発生する可能性も十分にあります。事前に予測できるとは考えず、南海トラフ巨大地震は突然起きるということを前提にした備えや訓練をお願いします。このチャンネルでは災害のリスクや備えなどについて分かりやすく解説しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。